西鉄500系電車は、かつて西日本鉄道が運営していた、路面電車路線で使用されていた電車の形式名。福岡市内線と北九州線それぞれに向けて製造された、車体構造が全く異なる、同一番号の形式、車両が存在しており、双方とも形式名を5 0 1型とする資料も存在する。この項目では両形式に加え、 福岡市内線向け車両の同型車、造備車である551系、561型についても解説するほか、飯島岩尾、谷口義忠荒川義尾や奈良崎博康の記載に基づき、福岡市内線向け車両については区別のため、501系として取り上げる。1942年7月に福岡市内線の前身である。 福白電車をはじめとする企業が合併し、西日本鉄道が発足した際、福岡市内線で運用されていた車両はすべて小型の二軸車であったため急増する輸送需要に応じきれず、早急な対策として、電車の体質改善が急がれた。ただ、当時は、戦時体制という状況下であり、新型電車の大量導入は困難であったことから、これらの車両の機器を流用し、 改造を名目で大型のボギー車が作られることとなった。だが、車体こそ戦時中の1944年に完成したが、台車や直通空気ブレーキなどの部品の製造が終戦までに間に合わず、最初の車両が営業運転を開始したのは戦後の1946年からとなった。501系、551系、561系の 車体はすべて半抗性の同一デザインで、車体前後に設置されている運転台付近の側面2箇所に引き戸式の乗降扉が設置され、窓は2段上昇式構造のものが9枚並んでいた。一方、車体の製造企業や機器の由来など各形式には以下のような違いがあった。1946年の営業開始以降、1951年までに、 K78 両が導入され、福岡市内線最大の車両数となった5 0 1系、5 5 1系、561型は、北九州線から転属した木造ボギー車と共にに、軸車を置き換え、輸送力の大幅な増強に貢献した。1960年からは全車を対象に、窓枠の交換、車内照明の傾向等か、内板の塩ビ後板か、 上空扉への後半ドアの導入など大規模な更新工事が実施され、さらに1967年12月から1970年2月までの間には、全面中央窓のエッジゴム固定化や下部への通風口、ワイパーの設置、側面右側の方向膜、スピーカーの設置、車内の放送装置、案内ベルの搭載、上空扉の自動ドア化など、 ワンマン運転への対応工事が行われた。その後、利用客減少に伴い段階を追って進められた福岡市内線の廃止に伴い、561系のうち33両はワンマン加速新と旧型車両を機械のため、1976年7月に北九州線に転属した。残りの561型や501系、551系の残存車は、 以降も福岡市内線で使用され、1979年2月10日の福岡市内線全線廃止をもって廃車となった。一方、北九州線に転属した車両については、全面右側窓へのワイパー増設、車内の両替機、整理券発行機の搭載に加え、主電動機を廃車発生品の出力 45kW のものと交換し、 他社と性能を合わせた上で1976年8月から1977年3月にかけて営業運転に導入された。1981年には再度車体更新が行われ、外反の張り替えや側窓のバス窓化、内装の更新による色調の変更などの改造が実施されたほか、多くの車両は全照灯、微灯の位置が変わり、創下左右2箇所となった。 これらの北九州先天属車両についても、1982年5月にダンプカーとの衝突事故で破損した588が廃車となったのを皮切りに、1985年3月には輸送力の調整のため3両が同年10月20日に実施された第一次廃止には24両が廃車された。さらに1992年にも9月に4両が廃車され、 最後に残った574が1993年9月に廃車されたことで、561型を含む501系列は形式消滅した。廃車後は多くの車両が各地で保存されたが、2019年現在残存しているのは、北九州線車両保存会が、筑紫野市の筑前三回機構内で修復工事を進めている501系506と、 長崎県伊奇市にある松永安左衛門記念館で生体保存されている 501K516 の2両である。第二次世界大戦終戦後の混乱期、資材が不足する中でも需要が急増する日本各地の路面電車路線へ向けて新型車両を導入するため、統一規格が定められそれに基づき設計された車両の配給が実施された。 北九州線でも戦後の異常な混雑を緩和するべく、1949年に、規格型車両12両分の配給を受けることとなった。これが、北九州線における500系である。全長13.6メートルの大型車で、扉も両側面に3カ所設置されていた。製造当初はガラス不足のため、3両について、先頭部の左右窓が上下2枚窓となっていたが、 後年に中央部の窓と同様の一枚窓へと改造された。また導入当初の主電動機の出力は、37. 3 7 3ットであったが北九州線においては出力不足だったことから1950年に4 5ットへと増強された。車体は501から510は窓いが側面上部に設置されていた一方、511.51には 屋根に設置された張り上げ屋根構造を採用していた。定員80人の大型車両として登場した500。型は大量輸送に貢献したが、従来の全長11メートル級のボギー車と比べに、メートルも車体が長いことから運用に支障をきたし、広い市電停付近にあった急カーブで500系同士の接触事故が起きる事態となった。また中央部の乗降扉も短期間しか使用されず、 締め切った状態での運用が状態化していた。これを受け、1953年から1954年にかけて車体の改修工事が実施され、先頭部を絞り込んで旧カーブ区間でも支障なく通行できるようにしたほか、中央扉が埋め込まれたことで扉配置が前後に扉に変更された。1961年以降は、 内装の近代化工事が行われたが前車には波及せず、車体の長さが要因となり、ワンマン化工事も実施されなかった。その結果、前述の福岡市内線車両の転属に伴い、1976年3月から1977年3月にかけて廃車された。そのうち3両は、広島電鉄へ譲とされ、2019年現在も、9502である。 600人が在籍している。ありがとうございます。